生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル。チャンネル登録お頼申します。京都へおやすー、どうも店京都あきです。はい、今日はちょっと風呂屋の帰りで髪の毛濡れてるんやけど、今日は撮影予定じゃなかったんやけど小腹減ってきたんで、今から急遽撮影の方に向かわせていただきたいと思います。今日行くお店はですね、僕のパチンコ好きの知り合いがむちゃくちゃうまそうな看板が上がってる味噌ラーメンがあるんで、それを食らってきてほしいっていう風に言われて行くんやけど、自分で行け言う話じゃないけどね、なんか知らんけど俺に行ってくれ言われたんで、今から向かわせていただきたいと思います。ほんで以前ね、俺もそのパチンコ屋の前通った時に看板見たら、むちゃくちゃうまそうな味噌ラーメンの看板が上がってて、はい、なんか味変に一味を入れるとかなんとか書いてあったけど、看板はむちゃくちゃうまそうでした。現物はどうか知らんけど、今からそちらの方にラーメンを食いに行きたいと思います。いや、僕もねパチンコはやめてるんで、はい、パチンコに行くのは超久しぶりなんですけども、ほんでまた撮影できるかどうかも知らんけども、はい、今からそちらの方に向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。場所は伏見の新堀のスーパードームということです。はい、そしたら今から行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。こいつやな、今日一の子、俺やな、スーパードーム。ここになんか謎の味噌ラーメンの名物があるね。行ってみよう。はい、来たよ、スーパードーム。初めて来たよ、ここ。これやな、麺や。これ裏の入り口や。これやね、名物味噌ラーメン600円。どう見てもうまそうやろ、これ。味変が楽しい。特製一味とニンニク。これやな、これ。うどんとかも激安や。閉まってるやんけ。見えてきたな。これやな、スーパードーム。ここです。見てみます。来たわよ、来たわよ、スーパードーム。はい。駐車場、一回止めて、やってきました。これですよ、これ。うまそうですね、看板見る限りは。ほんで味変。一味とニンニク。目指せ、地域最安値。こんなんさ、むちゃくちゃ安い。名物の味噌ラーメン、これですね、味噌チャーシュー。これです。出来ましたよ。はい、気になるラーメンが飛んでくるミスター京都アッキーです。はい、今日は味噌のね、チャーシュー麺食らっていきたいと思います。非常に楽しみです。ではよろしくお願いいたします。出来ましたよ。こちらが名物の、気になっておりました味噌ラーメン。むちゃむちゃいい香りしてますよ。今日はチャーシュー麺で言いましたけども、来ました。チャーシュー麺もうまそうですよ、これ。うわ、こんなすり鉢みたいな入れ物に入ってるんですね。これもついてきましたけど、あ、ニンニク、ニンニクとこの一味、これで味変するわけですね。うまそうやね、これやね、これ行こう。味噌のいい香りしてるわ。食らっていきます。のりたまの昆布と梅、どれがいいですか？のりたまで、はい、おにぎりもいます。ありがとうございます。おにぎり150円。そしたら、食らっていくぞ。おにぎりも、追加注文150円。はじめ！ちょっと見たんですけれども、
めちゃくちゃ深い味の味噌ですよ。あっさりしてます。あっさり味噌。軽く甘さが広がる、心温まる味噌の味ですね。これもまた懐かしい系で、あっさりしてて食べやすいわ。めちゃくちゃあっさりしてるよ。ほんま食べやすい味噌ですわ。香りがいいね。なんかね、北海道味噌のようなそんな感じですわ。ほんでこのね、もやしも注文してから炒められてましたね。玉ねぎともやし、これ手が込んでますよ。チャーシュー、しっとりチャーシュー。麺はなんか結構太い目のプチプチな麺ですね。これは北海道的なラーメンですね。うまい。麺もね、結構硬い目でね、食感がもちもちで美味しい。チャーシュー、おにぎりですよ。おにぎり、いきますね。ごっついおにぎりや。これで150円。うわ、のり玉うま。甘いのり玉で美味しいわ。ラーメンに合うわ。じゃあここで例の味変ですね。ニンニク、一味じゃ。これがなんかうまいらしいよ、ここの味噌ラーメンは。ちゃうで、一味無料。さっきのはね、多分韓国唐辛子やし、そんな辛くなかったけど、この一味入れたら辛くなると思うで。うまいわ。もう安いし、ご飯だけ食べに来るもあれですね。安いしね。メンマ、はい、ということで行ってきましたよ。気になるラーメンを教えられたらすかさずラーメンを食いに行く京都のラーメンバカ、ミスター京都アッキーちゃんです。初めは夜もやってると思って、はい、ちょうど5時半ぐらいに行ったら店が5時までってなってて、もう諦めて違うラーメン取りに行って、また日にちを変えてこの日お伺いいたしました。いやー、こういう食堂のラーメンなんで、ひょっとしたらインスタント系かなと思ってちょっとヒヤヒヤしてたんやけども、食べたところまあまあ本格的な味噌ラーメンで、野菜も注文と同時に炒められ、その野菜の旨味がしっかりスープににじみ出た、むちゃくちゃ美味しい味噌ラーメンになってたわ。ほんで麺も中太よりちょっと太いめの、あのもちもちしたプチプチ麺で、これがまたね、味噌ラーメンに合うんやわ。ちょっと短めですけどね、非常にもちもちして美味しい麺でした。また絶賛するのはこのチャーシューやね。今日はチャーシュー麺言ったら、チャーシュー3枚入ってたんやけど、結構でかくて分厚いチャーシューが入ってて、味付けもしっかりされたホロホロチャーシューやったんで、これはご飯にも合うんで、ついついおにぎりを注文してしまいましたけど、おにぎりも懐かしい感じやったな。なんか運動会とかを思い出す味で、のり玉か昆布か迷ったんやけど、今日はのり玉のふりかけバージョンにさせていただきました。1個150円、最高でした。いやー、スープはね、ほんまあっさり味噌です。女性の方でも美味しくいただける味噌ラーメン。
しっかりスープも量は入ってたんですけども、ほぼほぼほぼ飲んでしまいましたね。あかんと思いながらもついつい飲んでしまう優しい感じの味噌ラーメンのスープでした。はい、ほんで食べた後は30分ぐらい全身体がポカポカで汗がじわじわ出てきまして、おそらくですけど信州か北海道かその辺のええ味噌使ってはるんやなと思いながら完食しました。むちゃくちゃ美味しかったですよ。ぜひ食べに行ってみてください。体がむちゃくちゃ残った。オープンと同時にね、足を押しなさそうな仕事中の方とかも結構来られてますね。美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。継承してきたぞ。はい、あっさり系の味噌ラーメンでしたね。なんかあの北海道のなんかドライブインとかで食べるような感じの味噌ラーメンやったけども、あの野菜とかも注文してから炒めてくれるし、はい、あの野菜のうまみが味噌に出てむちゃくちゃ美味しい味噌ラーメンでしたね。チャーシューもね、あの本格的な感じで、はい、チャーシュー見たら結構ごついのが3枚入ってて、はい、ほんでああいうお店はやっぱりあのおにぎりですとね、おにぎりを一緒に注文したくなる、はい、いい感じでしたね。ほんでオープンと同時に明らかにパチンコをしないであろうどっかの作業員のお客さんとかそういう方が結構来られてましたんで、やっぱりね安くて簡単に食べられるっていうのはいいんじゃないでしょうかね。いろいろ他のメニューもあって気になるんですけども、今日はそういう感じで味噌ラーメン食らってきましたけど、なかなかでした。料金の割にはほんま本格的で美味しかったです。皆さんもぜひ食べに行ってください。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛してます。ありがとうございました。また皆さん気になるラーメンとかあったら、メッセージで連絡いただいたらまた行けたら行きますんで、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。